はい、リアルチャンネルのわさびです。今日はですね、EOSR EOSR をね、ちょっとね、いろいろ使ってみて、テスト撮影してみてどうだったか、良かった点、悪かった点、細かい使い方、あとはちょっとね、設定とかね、を見ていこうかなと思います。ピントね、AF まで戻ります。 AF 動作 AF 方式コンティニュアスタッチアンドラッグ AF 設定、これね、タッチアンドラッグするで、相対位置で今のとこ右にしてるんですよ。右だけじゃなくて、右だとね、ちょっとね、全部押しづらくて、で形が違うじゃないですか。要はこの画面に対して右側ってことは、ここでね、ここだけで操作しなきゃいけない。そうするとサイズが違うんですよ。横をこうタッチしても横がなかなか進まないんですよ。で縦は意外と全部いけるね、こうやって横半分までしかないから、半分しかいかない。それを例えばこの比率右上にしちゃうとやりやすいかもしれないですね。今のところ僕ね、ちょっと右しかやったことなかったんですけど、よし、これでやってみよう。簡単な説明、ちょっと使いやすい機能、いまいちな機能を説明してきてくれたけども、全体的に使ってみて、まずね、サイレント6番、このサイレントシャッターしないじゃなくて、サイレントシャッターをするにします。そうすると今撮れましたね、音しないでしょ。けどこれを例えば絞りを4.5、これ4点、開放に絞りを開放にしないとこう音がしちゃうんですけど、絞りを粘土絞りね、開放、今ね、開放しません。じゃあ押し切るよ。今切れてますかね、シャッター。レンズすぎて音しないでしょ、まあ、ちょっとかすかに耳くっつければね、レンズが動いてる音を少しするんですけど、基本はしないです。まあ、なんだっけ、ピントを合わせとけばね、前もって合わせないとちょっとその前後がするんですけども、このサイレントモードすごいいいですよ。残念なことにサイレントシャッターで普通に撮ってると、やっぱこうやって撮られてるモデル、撮ってるモデルさんが気づかないんで、こう人間を撮るときはサイレントモード、特に音立ててもいいときはね、こう立てて撮ってあげた方がいいと思います。今何やってんのみたいな、撮ってんの撮ってないのっていうのが分かんない。サイレントシャッターはすごい使いやすいです。音がしなくてね、今までなかった。ただ、サイレントシャッターの場合は、ワンショットのみ、今のところ。ファームウェアのバージョンアップで変わるかどうか分かんないんですけども、今のところワンショットのみ。あとは、ストロボとかはダメですね。電車とかもダメのモードの時にはサイレントシャッターならないんですよ。そこで気をつけてください。ならないと思ったらそこら辺を、例えば、ここね、ピッとやって、本当タッチなんですね。基本タッチ。こうやった時に低速連続とか高速連続とか、低速でもいいんですけど、例えば、これで、じゃあサイレントシャッター、ドライブモードができない。って出ちゃうんですね。だからそういう時は一回セットメニューで OK、 セットメニューがあって、ここをシングルにして、でやるとサイレントはできます、ね、そこら辺はちょっと気をつけてください。はい、一応仕様でこれはどうにもならないみたいなんでね、いずれファームウェアになってくれればいいかなとは思ってます。セットボタンはね、結構ね使えますね。ここで全部が表示が出てくる、大概の。よいしょ。このセットボタンを使うの慣れないといけません。あと再生がここに来ちゃったんでね。パナと違うんでね、僕いつも間違えちゃうんですけど、ここにね、左下に来てます。これちょっと使いづらいかな、今のところ。まあけど、これは慣れですね、基本ね。ISO 感度ね、ISO 感度はここで。ISO。ISO 感度は普通にこの画面ができない。ここで、パッタッチ。で、ここでスライド。
25,000とか、今1000いくつ、いくつ、1250か、1250とか、1250ぐらい、はい、これ取ったんですけど、もうこれはね、まあ、タッチでやると早いですね。それ以外はちょっとね、遅くて、今もうすぐこの画面に出てるんですよ。これすぐここが変えれるんで、ただ行き過ぎちゃう。これで行けばいいのか、これで行けば1個ずつ行けるのか、それだけじゃね。うん、これは使いやすいですね。戻るのはこれだ。うん、あね、まだまだこれからなところもあるんですけども、とりあえず今出てるキヤノンの中では、ミラーレスね、とても使いやすい。うん、まあちょっとね、いまいちピントを合わせるときにちょっと、ね、今ちょっと、悩んでて、ビューファインダーを見ながら撮るのか、モニターを見ながら撮るのか、すごく悩んでます。モニター見ながら撮った方が確実に早いです。ただね、ピントが確認一切できないんで、まあ一切じゃないけどあんまできないんで、あと撮るときに画角がちょっとねおかしくなっちゃうんで、できればビューファインダーで行きたいんで、ビューファインダーでのもうちょっと早くねピント合わせる方法を探してます。まあちょっと今日は右上タッチ&ドラッグだ、タッチ&ドラッグの設定を、するで相対位置、相対値、絶対値、相対値です。相対値にすると大体こう比較して動いてくれる。絶対値っていうのはその実際ここね、液晶のところ、ここ触ったところに行くんだけど、相対だとここの部分4分の1以上のところをこう動かしたらこっちが動いていくと形だと思うんでね。で今右上に書いてました。はい、以上ね、今日はねキヤノンの EOS R の、ダイヤルとかね設定とか簡単なところをね説明していきました。まあ、僕が使ってて思ったこともちょっと言ってみたんですけども、使い方間違えてるよとか、もっとこうやった方がいいんじゃないかなっていうのがあったらメッセージにいただけると助かります。はい、今日はありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。どうも、リアルチャンネルのまさぴーでした。またバイバイ。